時刻は6時43分30秒です。モーニングクリップです。さあ、お盆が近くなったこの時期になるとね、はい、盛り上がってきますのが怪談話でございますね。本当怖いですね。さあ、今日は朝からですが、そのお化け屋敷をご覧いただきます。リポートは、リポーター富田里美アナウンサーです。どうしてそんなに怖がってるの。どうぞ。夜景綺麗ですね。夏といえばスイカに花火に壁ちゃん。恐怖体験行くから。恐怖体験、何これ何これ。いや、ちょっとどこ行っちゃうんですか。ちょっと置いていかないでくださいよ。もう危険なところだけわかんねえ、してよ。夜の霊は怖すぎるというあなたに、手っ取り早く涼しくなる場所といったらここしかありません。今日は富士急ハイランドに来ています。私もこのお化け屋敷今日体験します。もう長蛇の列ですよ。カップルばっかでいいですよね。私は仕事なのに。では早速、先日の閉鎖病棟体験してみたいと思います。ここ受付みたいなんですけど、もう早くも寒い、もう嫌だ、行きます。された方が失神いますね。自分も怖くなっちゃったってことは、それはありました。お化け屋敷にはその幽霊が集まってくるらしくて、それでちょっとあの辺に出るぞとか、そういうのがあって、ちょっと一人だとこのお化け屋敷を回れないっていうそれはちょっと最近あるんですけど。怖がりなんじゃないですか本当は。じゃあもう私ごめんなさい、もういっぱいいっぱいなんで帰らせていただきます。今日はどうもありがとうございました。すいません、もうやめてください。本当に続いてやってきたのは学校の階段4、恐怖の急降車。自分でコースを選びながら進み、いろんなパターンの恐怖を感じることができるんです。それにしても中に潜むお化けのテンションも普通のお化け屋敷とは比べ物にならないくらい高すぎ。子供から大人まで対応の適度な恐怖でも、油断してると泣いちゃいますよ。富士急ハイランドでは世紀末ホラースペシャルとして、私が体験した2つのお化け屋敷以外にも、処刑の館やゲゲゲの妖怪屋敷など涼しくなるスポットがあるんです。いやー、やっぱり夏は安全に恐怖を味わって涼しくなるのがいいですよね。またついてきちゃった。あー怖い。いや僕ね、ほんとダメなんですよ。僕ほんとダメなの。あれね、何が怖いって、はい、危害は加えられないの分かってるんだけど、作り物って分かってるんだけど怖いんですよね。雰囲気ダメなんです。で、周りにいる方がこう、キャーって言うじゃないですか。あれがまた怖いんですよね。特に女の人の感覚、キャーって声ね。もう、指導っちゃって大変。もう一緒に行っても絶対かっこいいとこ見せられないですからね。ちなみにですね、この先日の閉鎖病
病棟ですね、泣きながら出てくる方も少なくなかったようです。学校の階段の方ですが、今月の29日までとなっております。どうぞ。ないでしょう、もうびっくりさせないでください。僕はびっくりした。では明日のモーニングクリップですが、はい、明日はですね、一転して夏だ、キャンプだ、ホイお届けいたしたいと思います。はい、どうぞ楽しみに、楽しんでください。さあ